見えないというのじゃから不思議じゃのう。自然現象って説もあるし、塔自体が見えたり消えたりするって説があるらしいわね。ほう、それは不思議なものじゃのう。その説は後半の方が正解なんですよ。そうなんですか。この塔は精霊塔、強い精霊の加護を持つ人がこの町に訪れると見えるんですよ。精霊塔、多くの情報と書物を読んだがそんな呼ばれ方はされなかったのう。でしょうね、精霊塔はかなり古い時代の名称、今は蜃気楼の塔の方が馴染みがありますからね。へぇ、じゃあなんであなたは精霊塔と呼ぶんですか。私が精霊術師だからです。精霊術師は代々からこの町で修行して一人前の証として四大精霊のうちの一つから証をもらうのです。それであの塔は精霊術師なら誰もが憧れる塔、だから精霊術師たちはみんな精霊塔って呼ぶんですよ。へぇ、参考になりました。でもなんで私たちに話してくれたんですか。ふふ、その髪飾りですよ。見間違えるわけがありません。それは私が友人に送った試作品という名のオーダーメイドなんですから。ってことは、あなたがお母さんの地球防衛軍時代にお世話になってた精霊術師さんなんですか。そういうこと。どう、近くの店でお茶でも。いいのう、結果よ、行こうぞ。喜んでいきます。へぇ、それじゃあ村の復興が終わってお店も順調だから現地に材料を買いに来たんですね。買いに来たっていうより材料屋と契約するためかな。現地の材料屋と契約しておけば企業価格で材料を手配してくれるからね。ほうほう、このご時世に景気のいい話じゃね。精霊の加護をまとえば、夏なら水の加護と風の加護で涼しくできますし、冬なら火の加護で暖かい服とか作れます。丈夫で長持ちさせる服を作るなら木の加護ってね。聞くだけでもすごく便利そう。あとは最近の流行に合わせたデザインも勉強してまして、いろいろ大変ですよ。夢が叶ってよかったのう。そうですね、その髪飾りは精霊の加護の応用で作った特別製ですから大切に使ってくださいね。うむ、霊下からもらった大切なものじゃ、大切に使うぞ。でもお母さんにしては可愛すぎません。やっぱり、私は昔の霊下さんしか知らないから昔のイメージのまま作っちゃって。昔のお母さん、って言われても今のお母さんは20代の見た目から変わってないからそこまでイメージは変わってないと思うんだけど。うむ、わらわは知っておるが今よりももっと高貴な雰囲気が出ておったように感じるのう。そうなんです、あの人は高貴であり、金色の髪が何よりも美しく、言い方はあれですが、剣がよく似合う、そんな方でした。実は最近町が落ち着いて四季家に出向いたのですが、確かに昔と違ってのほほんとして、角が取れたような雰囲気になっていましたね。霊下は当屋がいなかった分一人で4人の娘の育児と腫瘍の両方を見ておったからのう。まあ、さすがに高貴な騎士様ではおれなかったのじゃろうな。へぇ、お母さんが高貴な騎士ねー。でもそれで言えば次女の雪下さんが霊下さんの若い頃にすごく似てましたね。雪下も知っているのですか。何を隠そう、町を復興してくれたのはパトさんや雪下さんたちですからね。そうなんですか。パト坊はしっかりお役目を果たしていたのじゃな。あの時に一番高い帽子を渡して正解でしたよ。まさか2世代にわたって助けられるとは思いませんでした。パト、雪下、二人もしっかり頑張ってるんだ。よし、私もしっかり頑張らないと。そうじゃな、わらわたちも負けておられんな。長い間お時間をいただいてしまいましたね。お店は遠いですが、連絡いただければいつでも作りますので。私、ミナモ、シルフ店が経営するミナモ精霊衣服店にいつでもどうぞ。私も何か作ってもらいたいものができたらお伺いしますね。お会計は済ませておきますので、ごゆっくり。まさかこの街でお母さんやパトたちの情報が聞けるとは思わなかったな。そうじゃのう、世間は狭いものじゃ。さて、いい時間だし、私たちもホテルに戻ろっか。そうじゃのう。何事？月下ちゃん、関さん、ここから動いてはダメです。どうしたのじゃ。爆発テロです。さっき私たちがいた場所に爆弾を体中に巻きつけた人がいたらしくて、その人物がさっき、火をつけて大爆発を起こしたんです。なんじゃと、怪我人は。多いでしょう、あれほど塔が見えて観光客が一斉に集まっていたのに。とりあえずミナモさんはここに、私たちが救護に向かいます。ダメよ、まだ爆弾魔がいてもおかしくない。ここから離れましょう。安心せい、わらわに熱はつかん。私も熱や爆発には自信があります。逆に私たちが抑えないと。月下ちゃん、関さん、ひどい。ダメじゃ、もう熱を帯びとらん、死んでおる。関、このエリア一帯に治療を施すことは。うむ、可能じゃ。四季展望、雨眠る安らぎの友達。はるほどではないが、これで全体的に治療は施せたのじゃ。ありがとう、あとは近くにまだテロがいないか探してくるわ。結果、今のお主はわらわが入っておらん、その意味がわかっておるな。四季の能力
力は使えないってことでしょう。知ってるわ。ならばよい。もう一つの能力はまだ扱い切れておらんのじゃ、から無茶はするでないぞ。意識はありますか？あの人は佐々木の。よし、先ほどの光のおかげか傷が治って言ってる。これなら安心だ。すいません。あなたは先ほどの。治療は私の方で施しています。まだテロリストがいる可能性があります。あなたも避難を。私は大丈夫だ。こう見えて地球防衛軍所属なんだ。君も一般人だ。今すぐ避難してくれ。私は戦えるわ。それなら私は全体を見て不審な行動をしている人がいないか見てきます。まずいだ。危ないことは。結局その後テロリストは見つからず、傷を負った人は全員病院へと運ばれた。テロリストは跡形もなく、身元もわからないという判断だった。私たちは救助を終わらせ、予定通りホテルに戻った。ほれ、紅茶じゃ。これで少しは気を紛らわせるのじゃ。ありがとう、関。ねえ、何この色。お茶じゃ。知ってるわよ。席に紅茶を入れるなんて大層なことできないもんね。長年お茶をたしなんできたのじゃから今更紅茶は口に合わん。席らしい。正直、あそこに他のテロリストがおらんでよかった。そうね、町の人も最初の負傷者以外はなんとか無事で。違う、わらわは月下に言うておる。お主、わらわを大概に出してどう戦うつもりなのじゃ。それは、お主の潜在能力は確かに今までの比じゃないほど上がっておる。今なら指揮天砲も何十発使っても問題はないじゃろうな。じゃが、それと同時にお主はわらわと離れたことで指揮の能力が使えなくなっておる。うん、私が指揮の能力を使えるのは席が私の体内に戻っている時だけ。だから基本移動とか、戦闘では席は私の中に戻ってもらっているもんね。ああ、じゃが今回は違った。わらわがいない状態でテロリストに挑んでいたらお主は勝てたのか。私には、創生支配がある。扱えておらんではないか。月下よ、無理をするな。危なくなったらいつでもわらわを体内に戻すのじゃ。ごめんね、関。怒っとらん、心配なのじゃよ。月下はわらわにとって大切なパートナーじゃ。明日アルプス山脈に行くときはわらわは体内に戻る。気をつけていくのじゃぞ。うん、何もないと思うけど念のためにお願いね。了解じゃ。それじゃあ今日は疲れたし早く寝よっか。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。